ライティング上です。はい、ということで今回はプラレールからこちら廃盤ですね。弟が見つけてわざわざ送ってくれました100系新幹線を紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回はこちら S、多分ねこれ S の04番2002年から、2014年頃までね、販売していた200系じゃない100系新幹線だと思います。まあ、新幹線としてのね、情報とすると、まあ、1985年から1992年まで2代目東海道山陽新幹線用車両として製造された車両で間違いないと思うんだけど、合ってますか詳しい方うん。いや、しかしね、かっこいいよね。古さを感じないデザインといいますか。このね、お顔。シャークノーズなんてね、呼ばれていたみたいです。そしてさらに、はい、こちら。新幹線でね、初めて導入された2階建て車両なんだよね。うん。でね、1階部分が、普通車指定席とかカフェテリアがあったり、あと2階に、これが重要ですよ。食堂があって、ね、行列ができるほどの人気だったらしいんです。食堂車ってやつだね。当時、ジョーはね、幼稚園くらいかな、だったと思うので、さすがにね、東北在住。ね、見たことも乗ったこともないこの100系すごい魅力的に感じています。てかさ、食堂車いいよね。利用してみたかった。新幹線でね食事が取れるわけでしょ、お弁当じゃなくて。すごいよね。どんなものが食べられたのでしょうか。まあ、調べればねすぐに答えは出てくると思うんだけど、いや復活してほしいものです。はい、そんな感じでプラレールとしての情報だね。これねネジで、固定してあるタイプじゃないんですよ。電池シャーシの部分がねギュッと押して開けるようなそんな感じになっていて、まあ、これはネジの方がいいよね。思わずこう、ギュッと握ってバキッてなんてねなっても嫌だからね。うん。まあ、いい感じに今改良されてるんだと思うんだけど。で、中に電池をセットしていきます。多分この電池のセット方法は、最近出ているものと変わりないと思うんだけど、あ？単3じゃない。単2か。へえ。そしてね、スイッチがオンのままだったからもう判明したんだけど、走行に問題はなさそうです。外装のね、フィルムにも走行 OK なんて書いてあったけど、うん、全然問題なさそうです。で、ボディを戻してあげて、で、改めてスイッチの方をオン。なんか、ちょっとこう、硬い感じかな。なんだろう。グリースが足りないのか。足りないんじゃないね、これ。もしかして固まってるのか。ちょっとね、走行させてあげて、まあ、様子を見つつ、音が改善されればいいかなといったところで、走行できるのか確認していきます。問題ないね。てかなんかめちゃくちゃ速い感じがする。まあいいや。とりあえずね、問題なく走行できそうです。ということで、じゃあ連結の方していきましょう。連結はね、連結方向の方は、今も昔も変わりない感じだね。うん。なんか若干の緩さがあるけど、まあこれパーツ交換すればいいかな。うん。で、パーツの交換方法もね、動画の方公開してるので、よかったらね、見てみてください。はい、そんな感じで準備の方が完了しました。いやー、初めてだからね、ちょっと緊張とドキドキとワクワクで。ね、まあ、そんな感じで、100系新幹線、走行シーンの方をびっくりびっくり見ていきましょう。それでは、出発進行！いいね、いいね。そしてね、一つ説明し忘れていました。こちら2スピードになっているので、今度はね、ハイに切り替えて高速で走行させていきます。それでは高速で出発進行！はい、いつもならね、ここでもうエンディングに入るんですが、一つだけ。最初にね、動作確認の時にも言ったんだけど、この100件めちゃくちゃ早い気がするんだよね。モーター変えてんのかな、それともこれが昔の標準でしょうか。高速状態のね、現行の E5 系と比べても、100系はね、めちゃくちゃ早いんだよね。何か、どこかでこう、モーターがね、変わったタイミングとかがあるのでしょうか。もしね、詳しい方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてやってください。めちゃくちゃ早い。はい。ということでいかがでしたでしょうか。今回はね、ジョーの弟がリサイクルショップで発見してくれました廃盤、100系新幹線、多分 S の04番100系新幹線の紹介でした。特にね、もうめちゃくちゃ気になるような傷もなければ、焼けもね、ないんだよね。なく、走行にも一切の問題がなく、すごくね、状態のいいものを手に入れられて、すごく嬉しいです。またね、ジョーの弟、いつもね、動画見ているみたいなので、またね、いい感じの、ね、リサイクルショップでね、プラレールを見つけましたら、送ってください。待ってます。はい、そんな感じで、バイキンのジョーのチャンネルでは、プラレールを中心に、シンカリオン Z とかね、鉄道関係のグッズや小物、お土産など、小さなお友達から大きなお友達まで、家族で楽しむことができる動画をたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録をして他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。